可愛いからいいと思う。なんか帽子みたいになっちゃった。もうすごいよね。可愛いの。可愛いの、なんか。そんな。ありがとうございます。やっぱ顔の作りが違うのね。顔の作りだ。持ち上げられても何も出ませんけど。もう なんなんだろう、本当に。よく言うよ。可愛いの天才っていうのか。なんか目鼻立ちたっぷりしてる人って実物こんななんだみたいなね。アニメみたい、アニメの中の世界。そんなことはない。でもさ、ぶっちゃけでちょっといじったりとかするんですか。そんな、今ライブしてますよ。でも私多分もうこれから同じでやろうと思ってるけど、アンチエイジングとかも何もしてないんですか。私これからアンチエイジングはして、いろんなサプリを飲んだりとか、コスメとか、そういうことはやってるけど、人工的なものが何も、だって付き合ってしまうから、それで大きく、私ね、友達がね、こう、かきってね、なんか、ね、まぶた上げたのね。で、なんかすごい可愛くなって、私本当にやるかと思ってんの。うちのこの番組の、占い師の先生、レギュラーなんですけど、顔がだんだん変わってきて、まずここ切って、二重にして、全然顔が違う。じゃなくて、アンチエイジング成分っていうのは、それで曲がってきたものあげると。だから彼女もそういう風に言ってましたよ。そうなんだ。あれさ、結構友達やってるんですよ。だけど、眼科の、じゃあ皮膚科でできるやつ。これ、せっかくの原さんの顔見えな。こうしたらいい。眼瞼下垂で、手術したって言って、ね、今私のね、Facebook にライブ配信してるんですけど、ちょっと音質もこのパソコンだからパーフェクトではないけど、はい、よかったらシェアしていただいてもいいかな。どうすればいいんですか。私、その配信のやり方やってないのでよくわかんない。私の、シェア？私のタイムラインに。ああ、監督のところに行くんですね。了解です。ここでシェアってしてもらえたら。はい、いいんじゃないかと。で、こうしよう。じゃあ、昨日、私宣伝用にまとめた情報を上に貼って。これだ。あ、もうすでに見えてる。そう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 。で、ちょっと宣伝も貼ろう。できるの？わかんないけど、いいですね、できた。今の世の中。あ、私も映ってる。やだ。そうそうそう。どうして？どこのカメラで？このパソコンのカメラで。だってパソコン私の方向いてないのに、なんで私が映るの。そうそう、今ね、多分あ、まだタイムラグがあって、そうそうそう、さっきこっち見てた時のやつが出たんだ。そうなんですよ。これで、これで。で、私これシェアって、ここシェアってやればいいんですか。はい、シェアでお願いします。ストリーズ。タグ付けとかじゃない。ページのストリーズ、どこでシェアだ。あ、これで説明でできる。で、タグ付けもできんのかな。あ、投稿するで。これから収録です。あ、できる。ここで原さんタグ付けできる。よし、これでしてみよう。でも私もここでできちゃってるよ。今す。そうなんだ。公開完了。だから私のタイムラインに出るはず。原さん今タグ付けできたかな。で、なんだっけ、レイク、はい、なんだっけ、タマレイク。タマレイクサイド。タグ付けもできるのかな。タマレイクサイド。配信今されてます。できる。ここに原さん。もうこのまま行きましょう。欲張らずに。何も調整してないのに、大丈夫ですか。すごいよ。だって曲送りとかそれどうするんですか。何も聞いてないぞ。よし、じゃあですね、30分なんですよ。で、怖い。で、何もフォーマットもないんですか。ないですね。今までゲストを呼んで、そこまでちゃんと。マジっすか？はい。行き当たりばったり。行き当たりばったり。そして、ちょっと、ここのボードもお借りしてもいいですか？ちょっと待って。そして、私、あ、そこ、それ。はい。ここで、かけるものが。かけるものが。はい。あれ、私の方に出るかな？シェアしたから。どうかな？出た！これから努力でした。まあ、レイクサイド。あ、ここに55秒。うん、私いつも57秒とかにして。うん、55ぐらい。55ぐらいで。で、前半が、歳三の刀の話をちょっとして。で、今日はこれ、動画でもやるの。そうですね。こんな美しい時とかね。よく言います。残念なんだ。私は本当なんか、今日良かったみたいな。かわいい。勇気じゃない。勇気だって6って本当に勉強する。勇気でね。年齢的に。ごめんなさい。でも原さんは、すごい勇気出る。じゃあその、一日警察署長の話、ちょっと言って。はい。
で曲2曲出したいです。はい、じゃあですね、最初は私のパソコンからスポンサー様の BGM を流しながら始めます。はい、そして間で2曲話します。ということは10分10分10分みたいな感じですね。10分10分最後9分みたいな感じで、それぞれの曲の長さは結構流した方がいいですか？あ、大丈夫ですよ。じゃあなんか2コーラスでフェードアウトとかでも、3あの3コーラスもないなじゃあこれって多分1コーラスで BGM とか、で、あ、1コーラスいったらちょっとボリューム下げてもらう、2コーラスいったらボリューム下げてもらって、でもいいで BGM としてあのその後背景にあるみたいな。それはどういうことですか？うん、まあ言ってじゃあ、そこに音量を下げます、うん。音量下げるタイミングで原さんご自身2コーラス目で出ていけたら。そろそろ、その間マイク切ってるから。でもサイズが、もう、例えば2ハーフで終わっちゃうとか、はい、そういうのだったら、はい、その、まあいいや、お任せします。はい、じゃあ、そろそろみたいな感じで。はい。で、こっち、じゃあ、何曲目と何曲目って言っておっしゃってましたっけ？え、さっき伝えたのは何だったっけ？今 CD がないので。2と9したっけ？2と9したっけ？2と9と言ってたような。2と9。変えても別に何でもいいんですけど。2と9。2とね、あ、ちょっとやめよう。2と8にしよう。2と8。ちょっと気が変わりました。じゃあちょっと曲名は言わなくていいのかな？それとも曲名も言った方がいいですか？ 2 曲目は何て言うの？ 2 曲目は5センチの恋。5センチの恋。え、このワールドオブラブってまた違うの？ワーズオブラブは2曲目で、最後の方は、音が違うんですよ。なので2曲。アワーディスタンス。アワーディスタンス。え、ワーズオブラブと5センチの恋。5センチの恋って、え、こっちじゃないって。ワーズオブラブと5センチの恋。5センチの恋が8番目ですか？そうです。アワーディスタンスってなってるけど。はい、これいいの？あ、それ日本語のタイトルと、はい、違うの？こっちの右側の帯に書いてあるのが日本語のタイトルです。あ、そかそか。あ、5センチ、じゃあ日本語のタイトルで言っていいですか？うんうん、5センチの恋が、そこの右側に書いて、8曲目でいいです。右側の、こっちか、こっちか、こっちか、そうです、そうです。はい、そして、2番目は何でしたっけ？1番目が、Words of Love、2人の合言葉。Words of Love、2人の合言葉。合言葉の愛がラブだから。そうなの。Words of Love。そうなの、あえてね、造語です。これ最近のリリースなんですか？最近でもないですけどね。若い時のじゃなくて。ああ、そうです。最近と。はい、そうです。最近といえば最近ですね。2009年に復活してから2020年までの間に5枚出してるの、うん、その中の1枚です。じゃあ結構活発に活動してるんですね。よし。わりかしやってますね。そうですね。じゃあ、そういう形で。まだこれ映ってるの？じゃあ、どこのカメラ、あのカメラが生きてるの？ずっと、こんなところに手入れちゃったし全部映っちゃう。で、田村直美さんに最初にお礼を伝えて、おっしゃ、これで今流れて、多田さんの顔切れないで、どうだろう、結構ね、Facebook の方はね、結構いつも誰か見てるんじゃないかな。こんな感じで私が映んないかな、はい、私こっちに来ればいいかな、しょ、ここにいたら映るかな、でも映んなくてもいいんですけどね。いや、映った方がいいでしょう。うん、そうは言っても。どうですか？ここにいたらいいかな。もう悲しい。バカだな。よし。よし。ここでどうでしょう。映りましたね。映りましたね。じゃあ、あとマイク、ちょっとマイク何色のシール入っていくんですか？緑と黄色かな？あ、映ってますね。でここで、え、みんなを呼びたかったけど誰も気がついてないっぽいな。今これから始まるから、それをシェアしていただいて、これをシェアしていただいたら見ていただけるのではないでしょうか。これを見て、あっち、これのワーズオブラブと2人の合言葉、5センチの恋で、問題は携帯がないからタイムテーブルが、時間がわからないということ。でこれ使えばいい。マイクオンになってる？マイクオンになってる？マイクオンになってないです。でしょ？うん、で、あと、マッキー、マッキーさんの曲を最初に私が流さなきゃいけない。最初は私映んなくていいから、パソコン操作してます。でですね、この、
丈夫かな。でも頑張ってみましょう。そしてよいしょ、マッキーサリムさん、マッキーサリム、マッキーサリムさんの楽曲と提供でお届けしますということで、マッキーさんの曲からいきますね。はい、で曲はここの PC から流します。マッキーさんスポンサーさんなんだ。そうなんです。なるほど。はい、あとこの間の KYI 様もちょっと歳三の方のことを言って、うん、これをお伝えしようと思います、うん、はい、じゃあですね、私このなんかこれ使えるんだったらタイム、あ、嬉しい、いいですか、どうぞ。そしたらちょっと待って、これ、あ、それが嬉しいですね。ていうか使ってください。嬉しい。じゃあもうこれでこうやって時間を見ながら、うん、10分ごとに曲が出ると考えましょう、うん、これで本当にスタートするときに押してください。そうですね。で今で、これでも編集とかもなんかあるでしょう、ね、もうこう生です。生でやったものをそのままカンパケにしていただきます。そうなんですか。はい、はい、じゃあ、何でもいいや。私を紹介とかするのにこういうのとか読まないですか。読みます。読ませていただきます。なんかいいのかな、このまま行きます。もうスタートしちゃって、じゃあいいですかね。どういう風に始めます。そっちから入るよね。はい、社長さんもご多忙で午後お仕事があるから午前中ということだ。もう4時くらいじゃない。だからちょっと10分押します。はい、はい、どうもこんにちは、原めぐみです。はい、あ、私イヤホンしてないけどいいですか。イヤホンした方がいいですか。してもいいよ、しなくて。でもこれはやりましょう、やりましょう、やりましょう。じゃあ、聞こえているのであれば大丈夫ですかね。じゃあ、はい、そっちで音楽入れるんだったらそっちでキュー出してくれる。はい、わかりました。はい。行きます。よーい。あ、間違えちゃった。こんにちは、こんばんは。こんにちはだった。すいません、時間帯はこっちです。マッキーさんの曲はこっちでした。だからもう一回お願いします。時間、はい、こんにちは。でも何回も再放送してきてるかもしれない。ちょっと待って、いただいて。画面が出なくなっちゃった。焦る。あ、でも消えちゃうかもしれないね、これ。時々触ってないと消えちゃうかも。そうです。じゃあ触って。ずっと出しとくっていう設定のやり方がわからない。そうですよね。じゃあ行きましょうか。まず曲から。じゃあ開始。こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト松山玲奈です。ドラゴンジャーナル、毎週多摩レイクサイド FM よりお届けしております。皆さん大ニュースです。普段自宅スタジオからお届けすることの多いこの番組なんですけれども、なんとですね、今日は素晴らしい大型芸能人の方にお越しいただいております。ご紹介いたします。原めぐみ様、横浜出身で高校時代より NHK600 こちら情報部にリポーターとしてご出演をされております。1980年東大アイドル研究会、80年代グラフィーギャルに選出され、ボーイハンドで歌手デビューをされました。現在は女優として活動をされておられます。原さん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。やめてくださいよ監督、大型って体いや、可愛いって決してスリムとか華奢じゃないですけどいやでも100点ですごいです。とんでもございません。で、監督、600って言ったらダメなの。600こちら情報部っていうので通っておりますので、番組タイトルは。大変失礼いたしました。この原さん、こう長く芸能活動を続けられて、そして、もう一度会いたい80年代アイドル第2ということにも選出されたそうなんですけども。はい、これはテレビ朝日のスマートフォンという番組でですね、はい、懐かしのアイドルがたくさん出る番組だったんですが、はい、スマートフォンデュっていうぐらいですか、スマホで、はい、投票を募っ
ったところを私が第2位で、はい、第1位がセイントフォーさんでしたね。そうなんですね。秋元康さんプロデュースの番組だったんです。すごいじゃないですか。本当に実は今ご縁がありまして、私が監督、はい、日本側の監督を務めさせていただいてます、映画、歳三の刀という日露合同合作、大型国際映画があるんですけど。また大型これほどに大型です。知っておくという。ただ実際本当になんかどんどんサイズが大きくなって大きくなっていってますよね。ちょっとびっくりしてしまうんですが、今日はそのお話も伝えていきたいと思うんですが、そちらの、歳三の刀という映画に女優としてご出演もしていただくことが決定しております。実は、こちらの映画は新選組の、土方歳三さんが函館の戦いの後に、なんとロシアに渡ったという設定の、歴史ファンタジーストーリーとなっておりますね。ファンタジーストーリーですね。はい、原めぐみさんはこの函館で、土方歳三さんと出会って、はい、温かい優しい時間を過ごしていくというすごく印象的なアイヌの女性役カリンさんという役を演じていただくことになっております。はい、ということで今日もですね、今日もですね、皆さん監督の指示でですねラジオではちょっと見れませんが、はい、はい、配信の方、ライブ配信の方では見れちゃうのかな、はい、アイヌの衣装を着させていただいております。はい、初めて来ましたね、私なんかすごいフィットされてますね。本当ですか。はい、母が北海道なんですけれども、はい、そうなんですか。ただアイヌの人ではないんですが、はい、アイヌの村が、はい、ビラトリっていうところにあって、そこの近くに住んでて、はい、アイヌ人のお友達がいたっていう話は聞いてるんですね。だからなんかちょっとご縁をね感じますよね。はい、はいはい、本日このご衣装なんですけれども、なんとですね、この、実際のアイヌの方で音楽活動や講演活動もされておられます、田村直美様よりご衣装をご提供していただきました。ラジオの皆様にはお届けできないんですけれども、ぜひFacebook 増山玲奈の、タイムラインの方で、流しておりまして、後日ユーラシア国際映画祭の YouTube チャンネルの方でも、映像をアップしていこうと思いますので、この可愛い姿をぜひ拝見していただけたらと思います。恥ずかしいですね。でもなんか着心地もいいし、ちょっとこの、はい、これ手作りなんでしょ。これお母様の刺繍でこう縫ってるんですよね。手作りだそうです。この赤い紺の字に赤とか白の柄が入ってて、はい、アイヌの柄が、はい、それがとってもなんかいい感じで気に入りました、はい、気に入りましたっていただいたわけじゃないけど、はい、原さんはすごく目もパチッと大きくってザ芸能人という感じで、何を何をしてますか、美人さんでいらっしゃるんですけれどもアイヌの方も彫りが深かったり、はい、するので、こう自然とフィットしているなという気がいたしました。またこの、衣装やそしてこの実際の武術で言ったら刀であったり、火縄銃であったり着物であったり、そういった私は小道具っていう言い方もあれなんですけれども、うん、こういったものから文化から直接感じるっていうことをすごく大切に考えておりまして、はい、映画撮影もそして仕上がった後は短い、2時間弱になるんですが、うん、どういった作品にしようかなとか、こういった人物ってどんなことを考えてたのかなとか、うん、この時代の新選組の皆さんは何を感じておられてとかいうのを感じるのが好きなんですよね。作ってる段階から監督は楽しみながらね、はい、やってらっしゃるという感じですよね。で、はい、なんか本当の刀ですとか火縄銃ですとか、いろいろな方からご提供いただいて、はい、実物をね拝見させていただいたりして、もうすごかったですよ。一昨日もですね実はこちらのラジオ番組 のご協賛もしていただいております株式会社 KYI 様という会社が住友ビルの38階にありまして、ね、すごいいい眺めでしたけど、私たちのこの歳三の刀の予告編が、今度ですね9月の13日からロシアのアムール州政府主催のアムールの秋映画祭でも上映されるということで、予告編が、予告編と舞台挨拶、素晴らしい、そうなんです。あ、それで私たち一生懸命ロシア語を勉強したんですね。そうなんです、そうなんです。なるほど、今頃分かってどうする。そこで収録しながら配信もするというイベントをさせていただいたんですが、そこに山下正樹社長様がですね、
武術のコレクターでおられて、うん、実際に歳三が使っていたのと同じ1600年代の、うん、あの刀をですね持ってきていただいて、私もちょっと一瞬持たせていただきました。はい、ラジオの生放送があったので失礼しましたけども、先に、はい、でもちょっと一瞬だけ持ったら結構ずっしりきましたね。はい、本当にすごくてですね、その他にもこの近藤勇さんが、所有されてたものと同じ会津の虎徹ですとか、はい、また私たちのこの歳三の刀はこうあの幕末の時代にはもう大名しか持てなかったという堀川国広という名刀があるんですけれども、これを歳三が持っていたということがエピソードであるので、この堀川国広が出てくる設定なんですが、その堀川国広の直弟子の方の刀ですとかを持ってきてくださってですね、でそこに辰巳まりえさん、そして歳三を演じる山本修さん、はい、そしてあのカンヌにも女優で行かれました大島箱さんなどの俳優さんも来てくださってたんですけど、皆さんこの刀を持った瞬間に、うん、もう役になるんですよパワーがこうなんか降りてくるみたいな感じで、ね、降りてくるんですよ本当に山下社長には感謝、うん、感謝しかないんですけれども、うん、もあ山本さんが金貞を持った瞬間に、ええ、新選組研究家を演じる大島箱は研究家の顔になりましたしそしてあの歳三に恋をする佐野千左衛門という、うん、函館 の、うん、の千代さんでしたっけ、王将の娘という設定で、はい、佐野千代さんという役を、うん、辰巳まりえさんに演じていただくんですが、歳三様という感じ の設定で恋をする役なんですけど、もうね、うん、目がハートマークなんですよこの刀を持った山本さんが歳三さんに見えてもポーっていう顔になって、うん、お着物着てとてもなんか素敵でしたね、はい、あのお着物もすごいんですよ、はい、着物を着付けてくださったのは沢陽子さんとおっしゃいます、うん、日本和紙学会の会長様でいらして、私あのロンドンとパリでのジャパンエクスポなどでご一緒させていただいた方なんですが、世界中でお着物の着付けや、その魅力を伝えておられる方なんですよ。ヘアスタイルもまたねちょっとこう持って日本語も言えるので、ね、すごいすごい。なのでこう歳三の刀にはこう芸者さんが出てくるシーンですとかあるので、そういったところでも実際こう髪の長い方で沢さんにやったら素敵ですね。素敵ですよね今沢さんのお着物がフランスのお城に飾られてるそうです、うん、そうなんですか。なので外国の方が日本文化のどこに魅力を感じてっていうのをおそらく、うん、私考えてるのは世界で一番ご存知なのが沢さんだと思います、うん、なのでですね本当に今大型って言ったんですけれども、関わってくださってる方々が超一流で、そして本物の持ってきてくださるこの映画、なんとか形にしたいなと思っておりますので、ぜひ皆さん今、モーションギャラリーというところでも、クラウドファンディング第2弾スタートしたところですので、応援していただけたらと思います。そこでですね、本日は歌手としての原めぐみさんにも、クローズアップしていきたいと思うんですが、本日、原めぐみ様、曲の方もお持ちいただきました。最初にお聴きいただきますのは、Words of Love 二人の合言葉です。これ聞こえてない。フレーズ目。聞こえないんで、でボリュームをちょっと下げ、今これだ私たち聞こえてないから、うん、Facebook ライブでは聞けないのかな。あ聞けた、聞けた。どの辺で こっから出てる、どの辺でフェードアウトしましょうか。ちょっとこの辺でボリューム落とします。何分とかって、大体2分ぐらい、私がじゃあタイミング、じゃあもうちょっとですね、大体2分目安で、ね、じゃあ2分目安で、うん、はい、あれ歌ってるんですか、歌ってるんですかってこれは今どこまで入って、今音だけ流れてる感じですか。音だけ流れてる、そうですよね。これ私が作詞作曲した曲なんです。その話ちょっとお聞きしてもいいですかじゃあ次のパートでは、そんなアイドルの作曲の話とかをしていただけましょうか。で、消えちゃった。これ消えちゃった。もう一回出してくれてもいいですか。触んなくなっちゃった。すごっ。この辺でじゃあ、これ一番ですよ。ワンコーラスですよ。じゃあもうちょっと流します。
これこのまま作詞作曲ご自身で歌う？これはね、この曲は、はい、才能のタレントの塊、すごいですね。そんな人たくさんいますから。本当のラジオ曲みたいな。じゃあ30秒ぐらいにちょっと音を完全に切らずにちょっと、うん、音量下げていただいてからあと9秒で、トーク入ります。ここからサビに入るのでサビが終わってもう、あ、じゃあもう2番終わるんで、じゃあサビが終わってブリッジに入る前に、じゃあもうちょっとどのぐらいって言っていただけるんですか？うん、言います。そうですね、じゃあ原さん9でちょっとボリューム下げていただきます。うん、はい。もうだんだん。二人の合言葉。本当に素敵な、あの、可愛らしい歌声なんですけれども、なんとびっくりしたんですが、こちらの曲は歌だけではなくて、はい、作詞、作曲の、あの、原めぐみさんが行っておられるんでしょうか？そうですね、はい。あの、すべてっていうわけではないんですが、この曲に関しては、このアルバムの中のこの曲に関しては、作詞、作曲で歌っていうこと、はい、歌は当たり前ですけれども、あとね、他にも数曲、はい、あの、詞だけ書いた曲もあったり、はい、とかで、割とあの曲を作る段階から参加させていただいて、はい、私もあのアイドル時代とはちょっと違う部分を見せつつ、2009年にね、復活してからの、まず復活第一弾の、あの、シングルというか、シングルは出してませんけども、アルバムを出して、はい、その時の、あの、一応メイン曲っていうのは私が作詞をして、っていう感じから、はい、徐々に詞を作ったり、曲を作ったりっていう感じになってますね。この曲は、このデビュー時代のものではなくて、はい、その、最近、活動を再開されてから、そうです。で作られたものなんですか？はい、1980年にデビューして、1992年あたりから引退しまして、2009年に活動を再開したんですね。そこで自分で作詞した曲で、まあ、渡辺裕之さんという方に曲を書いていただいて、スプリングスのですね。はい、それで、あの、まあ、再復活をしたんですよ。それからアルバム5枚ほども出させていただいてまして、今年はなんとデビュー40周年。中抜けはあるけれど、デビュー40周年なんですね。もうなんか怖いですね、自分の年が。なんだかエネルギーがこう少なくなっていくというよりは、さらに映画ですとか、ラジオですとか、テレビですとか、活動が広がっておられて、復活してからの方が、歌だけではなくて、映画に出させていただいたり、はい、舞台もあの結構定期的に出させていただいたりで、はい、演技などもね、やるようになりましたので、幅は広がりましたね。あの、ぜひこれは視聴者の皆さんも伺いたいことだと思うんですけれども、どうすればそのような形で長く、そしてこう拡大していくように活動がしていけるんでしょうか？長続き、そして長くこう本当におきれいでいらして、ラジオだとなかなか伝えにくいんですけれども、今日このスタッフ、あの、会場に来ましたら、こうラジオ局 のスタッフさんが年齢を知って全く信じてくれなくてですね、ふざけてるんでしょ、嬉しいですね、そういうの。デビュー40周年なのにあれ20代なのかなみたいな、あぶあぶってデビューしたんです。アンチエイジング、美しさも保つコツっていうのは何かあるんですか？いやいや、そんな、そうですね。まあ、そんな褒めていただいちゃったら嬉しいんですけれども、好きなことをやれてるから、こう、なんだろう、内面から出てくる感じとかってやっぱりあるのかな？そんなに若いと言っていただけるのであれば、はい。多分、楽しいからじゃないですか、毎日が。ああ、なるほど。好きなことをやってて楽しいと人ってこう生き生きできるじゃないですか。はい。それだと思います。それに一旦引退してるわけですから、今の時間、はい、今やってる仕事っておまけなわけじゃないですか、はい、いわば。本来はやってなかったのに、きっかけが来たがために、また再復活して、また歌うことができて、はい、だったら今度は演技も、はい、もう前はやれなかったから演技にもちょっとチャレンジしてみようと。はい、前できなかったから、じゃあアルバムを出してみようとか、はい、そういう感覚なので、どんどんいろいろチャレンジ、はい、年を重ねていったからといって、控えめになるのではなく、どんどん押してってる感じですね。
だって人生は一度しかないわけですから、はい、やりたいことやった方がいいじゃないですか。そんな感じです。確かに。なんだかこれはなんか芸能界ってこう悪いプロデューサーとかがいて、若いアイドルの子がまあ枕営業したりみたいな、そういうダークな部分ってすごい話ですね。来ると思う、まあ、イメージがあるんですけど、うん、で私の周りでも、私は今43歳になったんですが、はい、女優をしようとか歌手をしようとかアートで食べていこうとかいろんな方がいたけど、やっぱりいろいろ心を壊してしまったり、まあ、ずっと売れ続けるのが難しかったり、いろんなことでこう引退されたり、うん、表現を諦める方も多かったので、うん、なんかこうそこで生き生きとし続けてるっていうのがすごい素敵だなって、ね、いやいやあのでも周りの方に助けられてる部分ってすごいありますよね、はい、昔からのスタッフさんと一緒に制作してるって部分もありますし、はい、また昔から応援してくださってる方と一緒にこうできるっていう部分もありますし、新たに、まあ、SNS がある時代なので、はい、こう何でしょう、いろいろと伝えやすいじゃないですか、行動を。そうすることによってファンの方がたくさん集まってくださったりで、皆さんに支えられて今がある感じなんですよね、はい、一人で一生懸命頑張ろうって言っても、一人で頑張ってもどうにもならないわけで、周りの方が私を求めてくださるからこそ頑張れるっていう、そんな感じですかね。確かに私も原さんが続けておられるラジオ番組、このエンジョイトーク、原めぐみのエンジョイトーク、レインボータウン FM ですね、はい、こちらにご出演をさせていただいたことがあるんですけど、そうでした、リモート出演でしたよね、あれコロナの真っ最中、今もですけれどもコロナは、そう考えてみたらまだリアルでお会いしたのは数えるほどなんですけど、はい、コロナ時代からリモートでもお会いしたりしていて、その時に感じたのはすごいスタッフの方が原さんをすごく大切に思っておられるなっていう、なんか実家に帰ってきたような温かい雰囲気なんですよねなので本当に表現活動を、ファンの方、スタッフの方、大切に作ってこられてるんだなっていうことで日々勉強させていただいてます。その原さんに演じていただく、愛友人役のカリンさんっていう方も、私すごくあったかい方だと思ってて、はい、はい、なんか佐野千代さん、演じます、マリエさんが恋をする歳三のなんか2人の行く末なんかも温かく見守ってくれる人間力のある方なのかなと思ってまして、なのでだんだんその原さんとカリンさんがだんだんこうクロスしてくる感じですね。本当ですか。今日は特にご衣装を着ていただいて、監督に、はい、私を選んでいただきまして、本当に感謝しております。はい。精一杯ね、演じさせていただきますので、はい。早く撮影ができるといいですね。そうですね。はい。それを望みます。今、このコロナの状況はありますけれども、ロシアの方からも、日々ですね、契約書が送られてきたりですね、来年のスケジュールについて着々と進んでるわけですね。着々と進んでますね。桜の時期にはロシアから日本に来てもらいたいなと思ってます、うん、はい、ですので、ぜひ撮影がスタートできるように準備をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ではですね、もう一曲原さんの歌をお聞きしたいと思います。5センチの恋。すごい、これ私作詞してる曲じゃないんですけど、これはね、ジューシーフルーツのイリアさんが書き下ろしてくれました。私のために。レナさんってね、一瞬、なんだっけ、マンイーターみたいな、80年代の洋楽ヒットの、なんか、このチャンチャンチャン、チャンチャンチャンっていうのが、なんかもう、一瞬聞こえて、わかんないでしょ。でも、そういえば、東村山といえば一日警察署長の話もした方がいいです。してない、桜祭りって言ってもね、はい、ここの村人みんな桜祭り楽しみにしてるから、今桜の話が出ましたけどって、そうしましょう。最後のパート何話しましたか。桜祭り最後のパート7分ぐらい、ちょっとなんかこの、なんかこれもちょっと告知とかあったら、告知2つだと、もうそんなにないよね。そっか、そんなにない。7分ぐらいかな、これが、ちょっと、きますよ。7分ぐらい。じゃあ、次は絶対行った方がいい、ね。その話して、あと、はい、じゃあ舞台、ライブが控えてますぐらいな感じですかね。そうですね。あと、
これ消えなければいいのにね。いちいち焦りますよね。リストにさせることではないのに、これを本当にごめんなさい。設定がわからなくてすいません。最後、この曲をもう一回流そうかな。で、マッキー・サリムさんと、カビスブラス・ケイマイと、一般社団法人の話ちょっとしよう。で、これ、丸々書けなくてもいいのではないでしょうか。また。じゃあ、このぐらいでもう、フェードアップしましょうか。そうすればもっと話ができるか。桜祭りの話。桜祭り。9出しますね。いや、本当にまた可愛らしい曲でした。これはジューシーフルーツのイリアさんに書き下ろしていただいた曲なんですよね。はいはい、そうなんですね。はい、ところで、皆様、先ほど桜の時期にロシアから、監督様や、俳優さん来ていただいて収録しよう、撮影しようって話したんですが、東村山といえばですね。桜祭りですね。はい、桜祭りが大変有名で、はいけれども日本全国交通安全祭りがちょうどこの春のお祭りだったのかしら、はい、私2013年に、はい、なんとこの東村山市の一日警察署長をやらせていただきました。イエーイ。だからここのスタジオに来るのは2回目で、はい、東村山に来るのがね、はい、2回目なんですよ。そうなんですね。なんかご縁がありましたね、はい、それでね今でも覚えてますけども警察署長の、はい、部屋に通していただいたら、はい、私のデビュー曲ボーイハントを流して待っててくれてるんですよ。で、もうすごいその心遣いが優しいなと思って、はい、それでまあね応接、はい、応接間に通していただいて、はい、座って出されたお菓子が大丈夫だどら焼きと、はい、ラフンダどら焼きだったんですよ。ああ、なんだかこの間テレビで見ましたね。それがね、ちょっと、はい、面白かったですね。さすが西村健さん の、はい、同級生の和菓子屋さんが作られた、うん、商品だっていうことで。そうだったんですか。そうみたいですね。西村健さんの功績が大きいですよね、はい、東村山市が全国に知られたというのは、はい、志村健さんの歌があったからじゃないかなという感じがします、はい、だからこそお菓子も出てくるのかなと。なるほど。まだご存命の頃でしたけどね。そうですね、うん、コロナのことで亡くなりになってしまって本当に残念ですね。大変残念だと思います、うん、志村動物園も娘といつも見てましてね、志村さんの温かい思いみたいなものも大切にしながら、うん、今日放送させていただいてま す、ね、いやでもご縁ですね、はい、東村山とそういったつながりがあったということで、はい、あとこの原さん、うん、今後の活動なんですけれども今どういった、はい、活動が控えてらっしゃるんでしょうか。今ねこのコロナでもうどんどんみんな延期なんですけど、まずはライブが4月10日だったのが6月12日になり、はい、そして11月27日になったんですよ、はい、11月の27日、これがワンマンライブ40周年記念ライブという形でやらせていただきたいなと思っています、はいはい、ラドンナ原宿で開催予定です、はい、そうなんですね、はい、19時半スタートという感じで予定しております、はい、チケットは6000円でただいまご予約受付中です。ラドンナにご連絡していただければお申し込みができるようになっています。それからもう一つ、これもまた5月にやる予定だったダンスミュージカル、お私立花村学園、これのですね、上演がですねまた延期で決まりまして12月の26、27滝の川会館大ホールで行うことになりました。こちらはこれ入場料が、4000円ですね。当日は4500円となっております。ご予約の方もぜひよろしくお願いします。はい、私ね、主演の男の子が宝塚出身の如月蓮ちゃんなんだけれども、はい、その蓮ちゃんのお母さん役、しかも、幽霊なんですよ。え、幽霊なんですか。息子が可愛いがために、はい、もう出てきちゃうんですよ。はい、世からこの世に、はい。そんな役でございます。まあそんなのもあるし、まあ一番近いところでは 10月25日のスーパーアメリカンスワップミート2020というね、イベント。はい、これもね、これはね、
スーパーアメリカンガレージっていうのができなくて、今度スーパーアメリカンスワップミートが開催できるかどうかっていうところですけども、ぜひぜひ、こちらはね、ちょっとここからだと、東村山からだと遠いのかな、フェスティバルウォーク、蘇我のフェスティバルウォークで開催予定です。ですね、クールスーさんの、ジェームス藤木さん、チェカザ・ワンダラーズさん、東京ファンキードールさんなどと一緒に出演させていただきます。あ、すごい、次々活動が控えておられるんですね。ただコロナが心配ですけどね。のコロナ時代のエンターテインメントということなんですけれども、はい、本当にリアルでの、活動がしにくくなっている中で、今回このラジオ番組、そして都市堂の刀もご協賛をいただいてます株式会社 KYI さんと、はい、この間行った会社は、うん、その時代こそ輝く会社で、うん、この今配信ブラウザーのチアサポというものを作ってるんですが、実はこう大手ズームさんですとかに比べて音の遅延がすごく少ない最新鋭のシステムを組んでるんですよ。テレビでもなんか歳三さんのそう一昨日アニメーションで出てらっしゃったんですよね。はい、BS 日テレさんで公開されてたのが、小林社長さんがチームで作られた歳三のアニメーション見ましたよ。あ、見てくださって、なんかリア充だったってアピールがすごかったって受けましたけど、あと女性にすごくモテてて、はい、っていうね、はい、面白かったです、はい、今後この撮影の中でもコンピュータグラフィックス参加して作っていただくんですが、うん、撮影に至るまで の, ことをもいろいろ計画してまして、国際映画祭もリアルで行くのは難しいけれども、現地とつながった生放送も14日の午後4時から、こう配信を一緒に行ったりですとか、うん、そしてロシアにつなげてみたりですとか、こうエンターテインメントがコロナ時代にどういう活動をしていくのかっていうことの先陣を切っていきたいなと思ってます。11月からはですね、スマホ1台やったら、はい、自分のアバターが上半身だけ自由に動けるようになります。すごいですね。すごいんですよ。なのでこう古典的な古武術の部分でも主流の方に関わっていただいて、またこのコンピューター最先端のものとも関わって、はい、AI とかの世界、監督さんすごいですね。皆さん、ぜひ応援してください。この映画ですね、1万円でエキストラ募集というのもしてまして。まだまだ枠があるんですよね。公式サイトから常に応募してもらってまして。ぜひ皆さん、ぜひぜひ皆さん、原さんの、カリンさんと共演もできますので、応援させてご参加、皆さんで盛り上げていけたらいいなと思っております。次回、武術の稽古は9月の26日に、午後、今場所ちょっとちょってますけれども、都内で、エキストラ応募してくださった方々と行う予定です。あと20秒ですね。原さん、最後メッセージをお願いいたします。はい、とっても素晴らしい映画に仕上がってくると思いますので、はい、皆さんぜひお楽しみになさっていただきたいと思います。私はアイヌ人カリンの役で出ますので覚えていてくださいね。ありがとうございます。原さんと一緒にエゾ共和国をですね、楽しい形で、広げていけたらと思いますので、ぜひ皆さん歳三の刀応援お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。3秒ぐらいオーバーだね。3秒ぐらいオーバーしました。こっちだと、まあ、そっか、あれ押すのも遅かったかな。あ、そっかな、うん、そっか、でもなんとか、うん、なんとかなりますね。なんとかなる。よかった。じゃあそのスポンサー様にも音楽なんかこれをやってるから喋る方がいい加減になって、ごめんなさい。これは本当はスタッフがやるべきことなのです。すぐ暗くなっちゃうんだもん。そうですね。ちょっと。あ、でもよかった。でもよかった。よかった。じゃあ。じゃあ写真撮りましょう。写真撮りましょう。一緒には。じゃあ、ね、まず撮っていただいて。あ、奥さんが違いすぎるから私が撮ります。そんな。撮ってるんですか。私、みんなに。そんなこと言わないでくださいよ。でも多分撮ってあげる、撮ってあげる。でも、あれじゃないですか。じゃあ、これライブ配信ちょっと止めて、うん。ありがとうございました。ありがとうございました。多分、今、こちらになってるんだと思うんで。じゃあ、こっちを止めて。すごい。終了。こんな感じで。すごい。